うん、まあもちろん2着でもいいです。園田大吾の点差が2400点、近い、うん、さあまずは鈴木の手配から見ていきましょう。現在トップ目の鈴木、そして竹内は現在4着目ダブナンガドイツ。スルースルーしましたねダブナン。園田はチュンガドイツ、うん、ただ着アップもないからもう内定あわりに行ってもいいですけどね、うん、なんだこれ、ほぼ染まってますよ。点数が必要だな、3級でいいな、うん、チュンホン級で同点ですね、うん、3900なんで3900は同点、うん、で鈴木優は言ってもいくらなんでも鈴木ここ無理できないんじゃないですか、さすがにね、うん、1から3になる可能性があるわけですか、うんうん、うわー、ロソ引いた。で流局のパターンで自分が着落ちされる、まあ、そんなに多くないじゃないですか、はい、多分園田と大吾が頑張る展開になって、うん、あ、一人の点になることがあんまりない、あんまりないと思うんですよね。大吾には園田は被せると思うし、うん、はい、で園田が天敗だと大吾も天敗取らなきゃいけないから、うんうんうん、結構二人天敗になりやすい局だと思うんですよね、それならセーフなんですよね、うん、流局時鈴木と大吾の点差は3900点。なんでまあちょっと安全度は担保しながら進めるんじゃないかな。竹内両面が増えました、うん、ビーチをメインに進めるでしょうか。これで何はポンしそうじゃないですか、かもしれないです ね、うん、そうだ、イシャンテンリーズモチュンテンパネチュンかもちもちなんですよね、園田と大吾。あ、これ2人とも最悪ですね。だってチュン本一のつもりでやってますよ大吾。大吾そうですよね、3900ないんですチュンが。あ、でもそのだ、メンピンツもイーペーコートップだから三蔵か嘘を引いたらチュンチュンじゃないですか。そうか、そいや、この後ピンフになる未来ありますよね。三蔵か嘘を引いたらとりあえずチーマンか、チーマン切ってローマン引いたらみたいな感じで遠くに一応チュンが出るルートあるんですね。大吾は絶対出ないですけど、チュンを頼りにしてるんですね、はい、大吾は本一のみだと足りません。本一一通ならいいのか。そうですね、なんで官労層なくシフトになってますね。もうチュンがなくても3900になるケースもありますね、うん、あ、なるほど、うん、さあイシャンテン本店取るかな。チーテも取りそうですね。チーテもですか。もうチャックアップないですからね。だから今日は 13,200点ですからね、少し厳しいですよね。まあちゃんとねラストを小さいラストで終わらせるってのはとても大事なことですからね、はい、あ、テンパイこれはリーチ打ちますか、せっかくだからですね。あれ、これ大吾大丈夫、まずいです。竹内から先制リーチが入ります。なんとローピンのシャンポンテンパイ。大吾これ打つとダメですね。リーチダブナン5200は補充できないか。大吾打つと大吾は2から3 2着から3着に落ちます、うん、リーチを受けた園田、ヤンマンは現物ですよね。いや、チュンをポンするかを考えたんじゃないですかね、うん、リーチ棒が出たんでもともと2400差だからチュンだ泣くか、うん、これでツモ OK なんじゃないですか。2400だから積もったら同点、1400点差になってるわけですね、うん、実質300、500は同点ですよね。うわ、同点だ、確かに。で竹内から言ったら見逃すんじゃないですか。なるほど、竹内からの出上がりだと3着のままなんですね。出たよ数万、ほら見逃した、上がらないほら、そこで上がらない。スッチーマンツも同点で9万ツもテンパネで OK、はい、で直撃も OK ですよね。大吾が今数万を切ることもあるかもしれない。はい、よく見逃しますねこの人は。本当ですね、1日1回見逃しますね。その名は前回はつもぎりでしたけど、ね、今回は一発もつもぎってましたね、はい、第2節は竹内からの論敗を見逃し着アップにかけます。まあ、ね、やっぱり着落ちのリスクがかなり少ないのが、ね、はい、相当やりやすいですよね。なるほど、それも当たりだよ。チーマンも上がれない。その名の町はスーチーマン9万です。2回見逃しを入れている。まあ行くでしょうね。すか、8000までは打てるわけですか。8000までは大丈夫です、はい、
九万は論外なんですよね。かかると大悟が九万を打つと打たない打たない。九万を打つと園田は喜んで上がれるわけですよね。先手の直撃。はい、そこからならと言って喜んで倒します。はい、この感じそう仕掛けたのは鈴木です。あ、そうか。これ全員テンパイがありそうなんですね。そうか、竹内がリーチテンパイだからだ。なるほど。そうか。竹内には園田も押すし、園田がテンパイだったら大悟も降りられないから結構想定できるから、はい、積もった。すごい。見逃して積もった園田。チュン300、500の積も上がりで同点になるわけですか。なるはずです。僕の計算が間違ってなければ1400点差でしたから300、500の積も上がりですとちょっと点数を入れてもらいましょうかね。ね、入れてほしいです。はいですね、間違ってるかもしれないですからね間違いないようにちゃんと入れてますね。ウキウキ。34,800点、同点で終了となりました。8回戦が終了いたしました。トップを取ったのは鈴木優38,500点持ち。そして同着2着となりました、園田健が34,800点、そして大悟博士も34,800点。そして本日の最終戦、残念ながら4着となったのが竹内源太11,900点。マージャンスリアロチャンネルの動画をご視聴いただきありがとうございます。マージャンに関する動画をほぼ毎日アップしております。チャンネル登録、高評価、コメント、ツイッターのフォローなどよろしくお願いします。また概要欄にマージャンプロ団体ライブチャンネルのリンクを貼っておりますので、そちらもご覧ください。リーチ。